皆さん、こんにちは。ナビゲーターのゆきひろでございます。本日ご紹介いたしますのはですね、またこれがすごいドリッパーが出てきました。出てきましたというか、まあ、出てたんでしょうけどまあ僕がね、使うのは初めてなんですけども、今回のねコーヒードリッパーはアウトドア、まあ、キャンプ好きの方にはもう最高かもしれない、これは。ということでね、今日はね超軽量、もう超軽量、もうふわ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 飛ばないで、もうものすごい軽量でコーヒードリップを入れるには最適、そしてキャンプなんか最高かもしれないというドリッパーをご紹介したいと思います。それがこちらでございます。じゃん、モンベルコーヒー、あ、間違えちゃった、商品名間違えちゃった。モンベルから出ておりますコンパクトコーヒードリッパーでございます。はい、これね見てください、これドリッパーなんですよ。すごくないですか、これ超軽いね。今までもね、あのフレーム系のものとかねご紹介してきましたけど、まあ、これはさらに超軽量、さすがモンベル。今日はねこれで実際にコーヒーを入れていきたいと思います。これねモンベルさんでね、あの買ってきましたC が合ってるからねやっぱねこれ気になったんですよ、すっごく。うんでね、やっぱね、重量わずか 4g、で、コンパクトに収納できますと。まあ結構ですよね。繰り返し使えるメッシュフィルターになってるので、ただね、あの極細とかだとちょっと微粉がねやはりちょっと出てしまうというのをちょっとお聞きしましたので、まあ、中引きぐらいですかねがベストなのかなっていうドリッパーになります。まあ、実際ねちょっとやっていきましょう。はい、今日の私の、使用いたしますモンスターでございます。まあ、メインはね、やはりこのね本日のメインのこちらのモンベルコンパクトドリッパー、そしてね、アウトドアとかでも超コンパクトなんですけど、シャン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 切れる、お気に入りのコーヒーミル、手引きコーヒーミルの、タイムモアのナノですね、を使います。でね、こちらの、コンパクトドリッパーなんですけども、説明書によりますとサーバーは、まあアウトドアを、ね、想定しているので11センチ以上の口径があるクッカーなどで、コーヒー入れてくださいね、設置して飲んでくださいねって書いてあります。で、今日はねちょっとあのこのカップですねまあこれね11センチぐらいあるので、これにね装着して今日はねドリップをしていきたいと思います。では早速ね取ってみましょう。じゃん、おー開いた、すごい、ほらすごいですね。はい、これね8の字にねこういう風な感じで入ってましたね。まあ、これをすると、まあ、こういう風にね、まあ、入れることができると、まあ、そういう感じですね。まあ、こんな感じですね。はい。でね、まあ、こういう8の字にして畳むなんてもの、感じのものは、あのよくポップアップテントね、使用されてる方は得意かなと思いますね。はい。で、こんな感じです。ドリッパーで、おお、なんかちょっと少し薄、なんかね透けてる感じしますね。で、こういった感じになってますね。で、ここにお箸かなんか棒とかですね、そういったものを、通して、装着するということなので、今日はねちょっと割り箸すいません使います。これをさささっと刺していただく、はい、さささっと刺していただきます。はい、こういった感じですね。あ、なるほど、これね11センチ以上ないと、無理ですですね、ちょっとギリギリでした今回ね。こういう感じでドリッパーがね乗ってるという感じですね。まずね豆を引いていきたいと思います。先ほども説明しました通り、細引きではなくて中引き以上ぐらいですかねがベストかな、このねフィルターの具合を見るとそんな感じなので、豆をね引いていきたいと思います。はい、こんな感じでね準備できました。やっぱねキャンプ用なのかな、あの
確かにね、これクッカーぐらいのね、あの使った方がいいと思います。下がねやっぱりね狭いと心もとない、このサーバーが、サーバーというか今回カップですけどね。ではね、早速これでドリップしていきましょう。こんな感じでドリップされますよっていうのだけここでちょっとお見せしておきます。はい、皆様お疲れ様でございました。今日はね、モンベルのコンパクトドリッパーで、入れてみました。実際ね入れてみるとね、うん、あ、これは確かに優れもんだなっていうような感じがします。キャンプ場で大活躍しますよ。でドリップもね、そんなに早すぎることもなく遅すぎることもなく抽出が、される感じですね。では早速いただきます。すっきりめに入る感じのイメージですね。でまたこのね説明書にも書いてあるんですけども、あの先ほどね僕はなんかあのミルで細引きにあんまりすると微粉がちょっと落ちちゃうっていうふうにね、あのなんか書いてあったような気がするんですが、このままもちろんね、何もこのフィルターのまま入れても OK ですし、このフィルターにさらにですねこういったペーパーなんかね、を設置してやっても OK だそうです。その場合、まあ、この、ね、ペーパーなのでさらにスッキリ入るかなという、あの、まあ、スッキリって言いましたけどペーパーを使わなければよりオイリーに入るかなと。でこのペーパーを使うと逆にもっとスッキリ入るのかなという感じに思います。でこの形状からして、ごめんなさい、今ね塩水持ってますけど、まあ、塩水の場合はね折っていただければいいんですけど、まあ、こういった感じの、うん、台形の、ね、ものを使った方がいいです。でペーパーを使えばもちろんねもう少し細引き、まあ、中細ぐらいの引き目にしても十分ねすっきりと入って、さらに微粉も入らないとすっきりとした美味しいコーヒーが飲めますよと。でまあゴミ捨ての時もねペーパーのままポイってね、ゴミ袋に入れられるというような感じになるのでね、まあ、実際はこういったペーパー持ってってもいいかもしれません。あの後片付けのこと考えるとね。なのでこう2通り使えるよっていうような、こんな便利なドリッパー、まあ、さすがモンベルという感じですね。いやー、実にね素晴らしい道具、今度ねキャンプ行くときこれもう使えますけども、いいですね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければですねチャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。